カタパルトタートルさん、今まで本当にありがとうございました。あなたが生み出してくれたクソデッキの数は僕のチャンネルの根底をいつも支えてくれていました。またいつの日かどこかで会える日を心待ちにしながらあなたとお別れしたいと思います。バイバイ、カタパルトタートル。どうも皆さん、おはようございます、こんにちは、こんばんは。クソデッキ製造工場へようこそ。工場長の龍です。さあ、本日なんですが、このカタパルトタートルというぶち壊れモンスターが、まあ、いよいよ禁止化されるということで、まあ、クソデッキ界隈ではですね、大問題が起きていると、まあ、非常にざわついているということなんですけれども、これ今回はですね、カタパルトタートルの凄さの解説カタパルトタートルの凄さの解説と、カタパルトタートルの穴を誰が埋められるのかっていう話をね、まあ、していこうと思います。はい、まずですね、このカタパルトタートルの凄さについて、これをね解説していきたいんですけど、まあ、今更感あるんだけどね、これもともとまず遊戯さんが使ってたモンスターなんで主人公カードっていうところで、これすごいことですよね。主人公カードでこの意味不明なバーンダメージを与える効果を持っていて、まあ、先行ワンキルにいっぱい使われている、そして現代遊戯王でも活躍している、これ何年のカードか知らんけど、めっちゃ昔のカードだから、これが現代遊戯王において今活躍しているのが結構すごいことですね。はい、でですよ、これね、ダメージを与えるという、まあ、この効果、これが唯一無二のパワーがあることですね。これね、一旦に一度しか使えないんだけど、まあ、自分のフィールドのモンスターをリリースして、リリースしたモンスターの攻撃の半分のダメージを与えるっていう、これね、基本的にこの一発で8000以上のダメージを与えられるようなモンスターってあんまいないんですね。でしかも自分のフィールドのモンスターを使って、これ例えば相手のフィールドのモンスターを使ってバーンダメージを与えるようなモンスターってのはまあまあいて、まあ、例えば、最近実装されたそのインフェクションバールゼブルとか、あとまあマッシュマックとかね、それから、フォープレイ V とか、まあ、これのモンスターって相手のフィールドのモンスターぶっ壊してで攻撃力のダメージを与えるよみたいな効果結構あるんだけど、これね、自分のフィールドのモンスターをリリースして、ダメージを与えられるモンスターってあんまいないんですよね。でしかもこんだけの大ダメージを与えられるモンスターが、はい、でしかもこいつがやばいところは、最近あの OCG でも実装されましたけど、セブンスタキオンっていうカードでサーチができたりとか、あと氷結界っていうカードで持ってこれたりとか、あと墓地落としたら、アネモネで蘇生したりとか、もうありとあらゆる方法でこいつを盤面に出力することが簡単であるっていうことですね。でそしてさっき言ったように、その、リリースするモンスターの打点を上げさえすればバーンダメージで殺せるんで、これね、ここにね、元々の攻撃力って書いてあったら、これ難しいんですよ、先行ワンキルするのには。結構その元々の攻撃力を上げられるモンスターってあんまいなくて、基本的にその打点アップの分を乗せてバーンダメージやれるモンスターってね、結構珍しいんですよ、ね、これがカタパルトタートルのすごいところです。だ要は自分のフィールドに打点がクソ高いモンスターを用意してしまいさえすれば、相手のライフなんてタートルで射出すれば一発で削り取ることができるっていう、これがすごいところであり、クソゲーであるところでもあるんだけどこれがね、カタパルトタートルのね、やっぱ一番の利点だよね。でね、やっぱタートルさんみたいな効果って唯一無二で、これ探してみると分かるんですけど、これあんまいないですよ。これ自分のフィードのモンスターリリースしてダメージを与える効果に耐え近いモンスターっていうのはいくつかいるんですけど、これ全部大体禁止になってます。例えばキャノンソルジャーであるとか、まあ、それから、アマゾネスアーチャーであるとか、この辺のモンスターって、まあ、スタンダードにしても分かるんだけど、これ全部禁止なんですよね。全部のモンスターが禁止である。これ。やっぱね、リリースしてダメージ与えるって基本的にクソゲーが起きるから、まあ、テレフォンループとかいろいろあると思うんだけど、まあ、そういうことが起きるんで、まあ、基本的にはその、アカン効果なんだよね。だから、大体禁止になってるのになぜかこいつだけ許されてたんですよ。なんでかは知らん。なぜかは知らんけど、固まった後だけ許されてて、まあ、カタパルトはやっぱ一発でやっぱダメージを与えなきゃいけないから、ダメージをその打点を一気にアップしなきゃいけないっていうのがあるからなのかな、ちょっとわかんないんだけど、まあでもそんなの現代遊戯王では簡単だよみたいな話あるけどね。まあ最近のその OCG のタキオンとか、あとホルスとか、まあ結構その打点が高いモンスターをいっぱい超簡単に用意できるギミックがいっぱいあるんでね。他にもアークリベリオンであるとか、ラーの抑止力であるとか、もう固まったタートルで射出されてきたモンスターなんてもう無限にいるんだけど、
まあそういうこの効果でが唯一無二であったっていうことを皆さんにお伝えしたい。はい、これがすごいところで、カタパルトタートルの穴をじゃあ埋めようと思った場合、これ誰がカタパルトタートルの代わりになれるかと、まあ、代わりになれない方が基本的にはいいんだけど、クソゲーにならないからまあクソデッカーとしてはやっぱカタパルトタートルの代わりをね探したいんですよ。でね、結構いろいろいる、まあ一応候補はいるんだけど、やっぱカタパルトタートルのね純粋な代用品はなかったです。まあちょっといくつか紹介していきたい。今回はカタパルトタートルの穴を埋められる存在になり得るモンスターたちをね、うん、まずですね、やっぱりこの一撃必殺、一発でダメージを相手のライフにぶち込めるモンスターは、まあ、やっぱダークダイブボンバーですね。はい、まあこれ一応エラッタされて戻ってきてはいるんですけど、これもしかしたらそのうちまた禁止になる可能性結構ありますけど、一応自分のメインフェーズ1時に自分のヒドロモンスターリリースすると、ダメージ与えるっていう効果になってまして、リリースしたモンスターのレベルかける200ダメージでね、これね、やっぱカタパルトタートルと違いはやっぱりそのレベルであるっていうことですよね。レベルを上げるってかなり難しいんですよ。やっぱ打点を上げるのは遊戯王って結構たくさんカードがあるんで、まあいくらでもまあ上げられるんだけど、レベルを上げるっていうカードがなんかそんなには多くないから、まあ いっぱいほどはないんだけど、まああるはあるんだけど、まあ打点を上げるよりかは難易度は高いかなっていう感じなので、まあ、ダークタイプボンバーは単純に代わりにはならないよね。ええ、カタパルトタートルので、他にもですね、あのリリースしてダメージを与えるモンスターがいるんだけど、いくつかそいつらは大体ですね、あの一撃ではないです。例えばまあ、ね、超熱血球児、これあの自分のフィールドの炎属性モンスターを墓地を送ると相手ダメージを与えるっていう500ダメージを与えるっていう効果、これ単一ないんで、まあ、例えばあのテレホンループとか、で使えるし、あとこっちのプリンセスオームとかね、この辺のモンスターも一応、表側の闇属性をリリースするとダメージ800ダメージ与えるっていう効果があるから、これあの、シャドウディストピアとか使って闇属性に全部モンスター変えちゃってから使うとか、そういう動きはできるんだけど、こういうモンスターのやっぱりカタパルトタートルとの違いは、結局リリース一発ではダメージ削れないから、結局無限ループみたいなあのギミックと一緒に使わざるを得ないんですよね。例えば超熱血球児であればテレホンループとか、まあプリンセスオームも同じようにテレホンループとか、あ使われること、あと暗黒界とかでも使われて、いることがあるんですけど、まあ、要はモンスターを無限に供給できるような手段を採用しなければならない。対してこのカタパルトタートル、このモンスターはマジ一撃でいいんで、一発打点が高いモンスター作っちゃえばいいんですよね。これのね、難易度の違いって結構あるわけですよ。だからまあ、単純に代用できるかと言われると、やっぱ単純に代用はできないよね。あ、まあ、ちなみに同じようなモンスターで対空砲火っていうね、昆虫族をリリースすると相手にダメージ800万っていうやつもいるんですけど、これも種族変えないといけなかったりするんで、まあ、似たような感じですね。まあ、条件をクリアするのにカタパルトタートルほどやっぱりその簡単ではないっていうところですね。あと、まあ物好きが使うモンスターとしては、まあ、あのヒトラゲトロールとか、あ、まあちょっと現実的じゃないよね。通常モンスター行ったりすると800バーンっていう、まあ、効果あるんだけど、まあ、一応無限ループとか採用したり、あと、まあ、あのパンダとか使えば一応できなくないけど、デッキの中にやっぱあの通常モンスターを用意しなきゃいけないから、いっぱいね、これがなかなかめんどくさいところで、まあ、結局その無限ループしてバーンダメージを与えるコンボは一応あるんだけど、カタパルトほどやっぱ汎用性はないかなっていう、まあ、印象だよね。うん、で、まあ、バーンダメージの方法としては、一発以外にも、まあ、何回か、その、ダメージを与えるモンスターが、いて、まあ、イグニスとか、これま、炎属性の、自分の墓地のね、炎属性モンスターの数から100ダメージ与えるとか、あと、シャークさんの、マジックコンボで出てくる、モンスターのこの、エアロシャークとかね、この辺も一応ダメージ与える効果あったりするんだけど、やっぱ、カタパルトタートルほど汎用性はないよね。条件を。クリアするのがめちゃくちゃ難しい。エアロシャークもイグニスも。で、まあ、結構最近、ソリティアデッキで、割とよく見るというか、炎属ソリティア系デッキでよく見るのは、このボムフェレックスって思うんですよね。これ、一旦に一度自分のメインフェーズに、発動できるほかで、フィールドのカードの数かける300ダメージを与えるっていう、まあ、うんこ投げつけることがあるんだけど、これ一応、あの名称しての、単位がないから、これ制限カードなんだけど、これをね、何回も蘇生したりとか、まあ、出し直したり、G ランティスで。出し直したりして、このボムフェネックスの方が3回ないし4回ぐらい使ってバーンダメージを稼いでくるっていうデッキも存在していて、まあ、これも
のテクニカルで面白いんだけど、やっぱこれも別にカタパルトタートルと比較するとやっぱりちょっと汎用性には劣るよね。まあ、出し方も難しいしね、機械族プラス炎族っていうことで、もう割とソリティアが必要になる。対してほんとホル、あのカタパルトタートルなんてホルスとかで使ったらマジで引くだけでいいからね。ほんとにポンポンポンでモンスター出して、でなんか適当に引いたカタパルトタート出して、でなんか射出すれば勝ちなんで、まあ、難しいソリティアもほとんど必要ないっていうのもこのカタパルトタートルのいいところでね。やっぱね、そのまあ総じて話してきたことで何が言いたいかっていうと、こいつのね異常性、あまりにも優秀だった。このモンスターはマジで強かった。あの僕のね竜実況チャンネルの3戦目の動画なんかではよくこの亀が登場して、いろんなモンスターをラーなりなんなり、なんかルメロンなりなんなりリリースして、まあ僕のライフを一瞬で削り取っているシーンたくさん見てきたと思うんだけど、皆さんもね、これはね唯一無二でしたね。これ本当ね英断だったと思います、コナミさん。これはまあなんで禁止になってないのかわからんモンスターランキングで言うとかなり上位に入るモンスターだったんで、まあ正直今禁止なのは結構英断だとは思う。ただクソデッカーとしてはこのモンスターの消失はあまりにも痛い。マジでマジあまりにも痛い。ちょ3戦目の、まあ、動画ネタこれ結構減るんじゃないかなって思ってますね。はい、ちょっとねなんか一応ざっと探したんだけど、カタパルトタートルのようなモンスターやっぱいないね、そんな簡単には。だからこれからは、まあ、やっぱクソゲー仕掛けるんだったらやっぱダークダイブボンバーになるのかなって気はするね。あ、こいつのやっぱ射撃性能が一番高いから、これがギリカタパルトタートルのような動きができるし、しかも出しやすいしっていうことで、はい、まあ、ということで、まあ、これからはカタパルトタートル実況チャンネルではなく、ダークダイブボンバー、まあ、DDB 実況チャンネルとなるということで、今後の DDB の活躍にぜひご期待ください。ではまた次のクソデッキでお会いしましょう。じゃあな。